情報機器とは、情報にアクセスするための機器、機械のことを指す。講義では、情報に触れることができる機器はすべて情報機器であり、競技では、通信の機能を持っている機器を指す。通信の機能を持っているものは、特に情報端末ということもある。情報機器のうち、家庭で用いられるものを情報家電、企業などで用いられるものを、OA 機器ということもある。OA とは、 オフィスオートメーションの略である。法人向けの情報機器は反射により、リース物件として流通するケースが多い。情報機器は、情報やデータを扱うため、それを記録しておく、情報メディアと密接な関わりを持つ。単に情報機器というと、現代では、コンピュータ、特に、パーソナルコンピュータや、携帯電話、PDA を指して言うことが多い。この他にも、固定電話や、 ファクシュミリなども含まれる。また、通信の機能は持たないが、副写機や CD プレイヤーなども、講義の情報機器に含めることもできる。一般の家庭にも、これら機器は、普及を見せている。これらは、家庭用電気機械器具の一種として、情報家電ないしデジタル家電とも呼ばれ、家庭用には、機能を限定するなどして、やや安価な廉価版が、主に普及する傾向が見られる。 また近年では娯楽に供するための家電とする娯楽家電の中にも情報処理技術を応用したものも見られ、それらを含めて娯楽家電ないし情報娯楽家電やデジタル娯楽家電と呼ばれている。ノートパソコンの一例、エイサー R51 フレッツコーの主な情報機器、ありがとうございます。